こんにちは。今回は標準偏差とそれを用いた偏差値 IQ について解説します。まずテストの点数を例にします。平均点が50点のテストで70点を取った場合、この点数は高いでしょうか？平均点が同じ50点の場合でも、みんなの点数が0点から100点までばらけている場合の70点と、みんなの点数が50点付近に固まっている場合の70点では、状況が異なり、点数がばらけている場合の70点は、まあまあ高い得点ですが、50点に集中している場合の70点は、相対的にとても高い点数となります。例外はありますが、テストの点数や身長、製品の寸法や製造誤差の分布は、平均値を中心および頂点とした図のような釣り鐘型の分布となります。これを正規分布と言います。英語ではベルカーブと言います。ある値がどの程度ずれているかを確認する場合や、製造のばらつきを確認する場合には、このカーブの広がりを見る必要があります。カーブの幅が広い場合をばらつきが大きいと言い、狭い場合をばらつきが小さいと言います。このばらつき度合いを示す指標を標準偏差と言います。標準偏差は平均値と個数、それぞれの値からまとめます。先ほどの点数の例では、平均の50、人数の N、各人の点数から求めます。まず、一人一人の点数から平均点を引き、その値を2乗して合計します。その合計値を人数で割った値を分散と言います。分散をルートした値を標準偏差、シグマと言います。こちらの図では、黒い線は標準偏差が大きく、赤い線では標準偏差が小さくなります。ちなみに、正規分布の形は、平均値と標準偏差を用いて、このような式で表されます。先ほどの式を積分すると、平均を中心として、プラスマイナス1シグマの範囲に、全体の 68% が収まることがわかります。同様に、プラスマイナス2シグマの範囲に全体の 95%、プラスマイナス3シグマの範囲に全体の 99.7% が収まります。ちなみに、製造品の場合、規格の上限と下限が決まっています。その場合の製造ばらつきは、最低でもプラスマイナス3シグマが規格内に収まるようにしましょう。また、正規分布が歪んでいたり、偏っていたり、山が複数ある場合は、テストの問題傾向が悪かったり、製造工程でエラーが発生している可能性があります。また、製造では、狙い値とピーク位置のズレを正確度、広がり具合を精度とも言います。テストの話に戻って、もし平均点が50点で、標準偏差が20の場合、70点は上位 16% の得点となります。平均点が50点で、標準偏差が10の場合、70点は上位 2.5% の得点となります。テストの場合、教科や期間によって、平均点や標準偏差がそれぞれ異なります。これらをすべて、平均50、標準偏差10のデータに変換したものを、偏差値と言います。具体的には、
点数から平均値を引き、そのテストの標準偏差で割ります。それに10をかけて50を足した値が偏差値となります。平均点との差を標準偏差で割ることで、標準偏差を1とした場合の平均からのズレを求め、そこに10をかけることで標準偏差を10とした場合のズレが求められます。最後に50を足すことで平均を50、標準偏差を10とした時の自分の位置がわかります。偏差値50の場合は上位 50% でちょうど中心、偏差値60の場合は上位 16%、偏差値70の場合は上位 2.5% となります。ちなみに高校進学率は 98% なので、高校の偏差値50はほぼ日本の平均となります。しかし大学の場合は進学率は約 55% となるため、単純に学力上位 55% が進学するとした場合、大学の偏差値50は高校の偏差値で約56となります。また理系や国立大学も上位の人が受ける傾向があるため、同じ偏差値でも文系や私立よりも基準点が変わる場合があります。今回は以上です。次回は IQ について解説します。チャンネル登録よろしくお願いします。